お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日もね、負けたらアカウント削除の方進めていきたいなと思います。だけどやっていくんですけども、あのね、ちょっとね、宝箱開けつつ話すんですけど、こちらね、やばいっす。えぐすぎるぐらいセールがね、降ってきました。合計でマジ1万ちょっとぐらい、1万1000円ぐらいセール来て、この企画のね、ルール上、課金はクラロワパスとセールのみいいので、まあ、課金はね、セーフになってます。なので、課金しようと思うんですけど、ちょっとこれ6000円とか、そこまでちょっと高い宝箱が出てくると、僕のね、お財布的事情で考えざるを得ないというか、ちょっとね、抵抗感が出てくる。なんか、いやー、6000円かーってなっちゃうっすね。まあなんですけど、ちょっとね、はい、マジでね、6000とかいけたらハッピーだなと思ってるので、宝箱まずは1200円のセールからですね、買っていきます。アイスピーエリババで、この辺もこう後々ね、使いそうなカードだけに絞ってもう取っていきますね。さあ、ネクロとボーラー、まあ、両方使わないだろうなと思いつつ、まあなんかなんならボーラーの方がユニレベをね上げて、タワーレベル上げれるっていうので、さあ、マスケはできる。これマスケね、レベル10多分、一番乗り全然あるんですよね、レアの中で。うわ、キョスケ。待って待って、これ神。いや、でもトレンドも使いたいっすけど、まあ、キョスケも間違いなくいい。で、ウルトラは、なんか使えそうなやつ来い。うわー、待って、両方持ってる。いや、今ね、巨大スケルトンもレベル10なんですよ。で、いや、どうだろうな、キョスケと、いや、メガナイトとダクで、これ、良すぎるな。2枚とも良すぎる。いや、両方使える、じゃないですか、ぶっちゃけ。いや、これはやばいね。これはやばい。良すぎる。まあ、強いて言うなら、メガナイトの方がいいかなーなんて思ってメガナイト取る。やべえな、宝箱良すぎ。これはなんか微妙でしたね。で、魔法からウルトラが出ることもあるんで、うわー、マスケ神。ウルトラ出ないけどバルーン。まあまあまあ、いや、やばいっすね。1200円のセールでここまで集まるかっていうぐらいでかいですね。ひとまずユニレベ上げます。メガナイトレベル10です。いや、強すぎるな。前回3000いったんですけど、3000の時のマッチングが、まあ、こんな感じですね。相手のユニレベ、まあ、9がいない、1体いるかどうかとかのレベルなので、さあ、鬼強いな。そろそろ本当にもうカード絞っていかないとやばいですね。いや、キョスケ、キョスケレベル10やばいっしょ。絶対強くて、まあ、この辺全部上げちゃってもいいのかな。上げちゃってもいい気がするけど、どうだろう。使わないカード変に上げると、ゴールド的な部分で、なんかね、苦しくなるのは嫌なんですよ。となると、なんかどれも、なんか上げづらいな。まあまあ、一旦、もう宝箱開けちゃいましょうかね。まずは1200円からいきます。はい、というわけでさ、魔法の宝箱が2個ね、今回もらえる。ロケホーアーチャーババ、ウルトラ、んー、まあ出ないか。いや、ボーラーすげえ出てくんな。好きだけどいらんっすね、今では。うわー、微妙。いや、微妙すぎる。この1200円とさっきの1200円違いすぎるやろ、中身。さあ、これは、ウルトラレアキング宝箱が2個ですね、2400円。いきまーす。さあ、エリババスタンプもついてきます。いや、これ変えれるんですよね、多分。あ、選べる感じか。どっちか選べるって感じ。いやー、まあ、両方いらないけど、ユニレベ上げるよ。いや、いらねー、マジで。マジでいらねー。いや、ザップは使えそうだな。なんならホグかな。小屋はなんか今弱いっすよね。いや、フリー。いや、待ってこれ。バカじゃん、これ。両方いらないじゃんっていう。なんでここでこの2枚っていう。いや、僕フリーズ好きなんですよ、でも。いやー、ボーラーでも使わないよな。よし、さあ。良さげな。もうここまで来たらメガナイト。いやー、両方持ってないのか。両方持ってないなら両方使わないけど、アイウィズの方がなんなら好きまである。よし、さあ。エリババー。持ってないなら取っとくか。ヒースピもさっきからめっちゃ出てきますね。で、まあ、ボムは可能性はある。これもどうなんだろう。ユニレベ上げれる方がいいのかな。ちょっと悩みますね。でも、ゴブリン絶対使わないからアウトローでいい。フキアとアイゴレも、まあ、ぶっちゃけ両方使わないな。マジで両方使わない。なんかフキアの方が好き。いや、悩む、これ。さっきからスーパーレア。
微妙すぎるんだよな。なんでキョスケとかさ、なんかこうハンターとかさじゃないのかな。ベビードラとムートっしょ。ベビードラとムートか。いやーこれベビかな。ベビの方がなんか使えそう。さあメガナイトがいいかな。いや同じやんけ、同じやんけ。さっき、いやこれはアイウィズでいい気がする。レベル10のアイウィズにしちゃって、よしよし。さあメガライトニング宝箱も引いていきます。めっちゃくちゃ開けれますね。なんかこんな宝箱引くこともないのでちょっと楽しいですね。さあ、いや3つ。なんて贅沢なんだ。企画以外プライベートだったら絶対買わないですから僕こんな宝箱。さあ、まあこれはうわマスケ神すぎる。こっから帰れますね。マスケは神でスーパーレアですね。まずいらねえ。キョスケとか欲しい。いやポイズンは悩むけど、キョスケかハンターとか。うわやばい、無駄に終わっちまう。うわビビドラ、待って、いや待って待って、いらない。キョスケハンターはいい、ハンターは絶対使えるからいい。からのホグとか僕いらないんですよね。でもレアが今欲しいやつもそんななくて、クロスボウ、いやノーマルいじった方がいいな。スケバレいらないな。なんか雪玉か、まあ、これ何いるかちょっと考えとった方がいいですね。ザップはちょっと当たりだな。レイジいらない。うわウルトラ来た、でけえ。ってかこれ出るか、なんならさっきなんでウルトラ出なかったんだっていう。いやマジオチャはいらないっすね。待てよ、レイジの方が優先度低いな。スーパーレアちょっと、いやベビドラは悪くはないけどいるかな、いらねえ気がすんだよな僕ベビドラ。いやどうだろう、ちょっと一回ゴブ小屋もいらないのでゴブ小屋を変える。ちょっと消去法からね。うわビサード100枚、待ってリポ100枚マジいらない。ミニペ100枚マジいらない。ちょっと待って、ミニペヒースピマジでいらん。待ってこれはやばい、全てがいらない、全てがいらない。オーブンマジでいらん。うわ待って、ウルトラ変えればよかったかな。え、これちょっと待って、7回しか雷落とせないの低いっすよね。いやゴブじゃいらないっすね。フリーズもいらない。インドラか、いやインドラはなんなら悪くはない、インドラ悪くないんですよね。いやスケルトン舞台も悪くないんだよな。ちょっと待って、宝、いや対戦するより宝箱の方がきちいな。なんかなんだこれ、宝箱これ悩みますね。インフェ絶対いらないんですよね。いやジャイか、ジャイも絶対いらないんですよね。ホグも絶対、うわ待って、うわ全てがいらない。いやスケブちょっと変えちゃおうかな。うわダックプリもいらない。待ってこれやべえぞ。ちょっとどうする、何が欲しい。スーパーレアだ。いや巨大クロスボウ世界一つくまんてバカかよ。え、待って待って、もう一回宝箱引かせてくれ。もう何も引けなくなっちまった。いやーこんな感じか。まあ、ちょっとこっからね、デッキ世界一悩むっすね。なんか吹き矢とか無駄にレベル上げれるし、まあちょっと一旦キングレベル上げちゃいましょうか。ウルトラ10は、まあ、間違いなく強い。ぶっ壊れかつ、そう、ういー、来た、キングタワーのレベルが8に上がりました。いや、バルーンこれ9に上げとこうかな。まあ、いや、結構仕上がってんな。いや、アイスイズベビドラレベル、うわー、しかもこれデッキ5個作れるようになったのでかいっすね。ちょっと新デッキをね、考えたいと思います。あのですね、デッキちょっと考えてみたんですけど、めちゃくちゃ強そうじゃないですか、これ。ちょっと一旦ユニレベもね、ちょっとどんな感じになるのか上げるんですけど、待って、ベビゾラやべえ、レベル10いけるんだな。だんだんフリーズも正直ちょっといらねえなって思ってたんですけど、いや、結構レベル高い。ずっと使ってたのが、このね、メガナイトダクネデッキ。いや、これもね、バカ強いんですけど、なんかそれよりも鬼強そうなデッキ作れちゃったんですよね。まあ、なんか施設とかあった方がいいのかなとかも思うんですけど、いや、ちょっとね、新デッキで今日はね、やっていきたいな。キョスケとハンターもちょっとレベル上げとっていいな。この辺もね、後々絶対使えると思うので、よし。とりあえず、ちょっと今日は気分転換で、このメガナイトバルーンでトラ上げしていきます。いや、これでデッキ変えた瞬間に負けるとか、マジで避けたいな。うわ、景色がちげえな。3000いったからな。よろしく。で、しかも僕のこのスタンプ2つ、エリババって、
どんだけ好きやねん。最近手に入れた2つですね。で、まあメガナイト結構いいと思うんすよね。だからメガナイトとキョスケってなんか同じ縦ユニットで役割被るじゃないですか。だからどっち使うかすごい悩んでるんですよね、僕は。なんか両方強いじゃないですか。いやー、間違いなく強えな、これ。間違いなく強えな。よしよし、これ探偵にバランティアがしといてもいいんじゃない？これね、まあまあまあ、メガナイト最新ですね。うわー、めちゃくちゃいいボンバー出すじゃん。バルーンじゃなくてもいいのかな。でもなんかバルーン以外だったら何がいいんだろうって感じかな。普通にこうメガナイト、メガナイトダックネでもまあ多分勝ってるのは勝てるんですよね。まあメガナイトバルーンでも勝てるんですけど、後々な、やじ後半のどのデッキでやっていくのかっていうのがめちゃくちゃむずいっすね。多分絞った方がいいんですよ。マジで絞った方がよくて、このトロタイのおすすめデッキ知りたいっすね。僕 YouTube でよく聞かれるっすわ。こう4000から5000とか5000から6000で格上に勝てるおすすめデッキ教えてくださいってよく聞かれるんですけど、僕いつもメガナイトとかいいんじゃないですかみたいな、そんなこと言ってるんですけど、わかんないっすね、マジで。僕が知りたいっすもん。このゾロ隊でおすすめのデッキって何ですかって。はい、まあなので、そうですね、とりあえず今はウルトラレアいっぱい入れとけば、まあ勝てるトロタイなのは間違いはないと思いますね。で、次が3300でエリゴルとかが解放されるのか。まあ3300な、ちょっと遠いですけど、まあ今日いけるといいですね。よろしく。さあ相手ももうタワーレベル8が当たり前に出てきましたね。うわ、クロスとか来るんだ、この辺から。クロスってちょっと怖いですね、なんか、ワンチャン持ってかれそう。上手い人しか使わないイメージがあるので。さあバルーンの、いやバルーンなんか弱いかな。だから普通にさ、メガナイトとダクネとかでさ、形積んだ作った方が強い気がしてきたな。さあ相手はもうお休みですね。早くもこうフリーズしてインドラ残してグッズゲーム。デッキな、悩むな、どんどん悩むな。なんかこのユニレベで、なんかこの、なんだろうね、枚数というか、この結構意外といいカード、使えるカードがユニレベ上がってるんで、いや、マスケレベ10だもんな、なんでもこう戦えるっていう感じがしますね、僕の中では。ちょっとね、フォルムチェンジしちゃおうかなと思います。さては気づいたっすね。バルーンの方がいらない説がありますね。なので、これ普通にユニットで勝てんのかな？いや、むずっ！いや、マジで、デッキ、ごめんなさい、デッキ作るのマジで悩みすぎて、なんかいろんなデッキ作れるからこう悩みすぎて、一旦こっちでいきます。一旦ね。ほんで、いろんなデッキ作れるからこその、無限に悩めちゃいますね。さあ、よろしく。で、今回は、わー、ゴブリンバレル飛んでくる。メガナイトプリンスのデッキですね。なんかまあ、メガナイトプラスのプリンス、キョスケマット、プラスのプリンスで攻めるか、まだなんかこうバルーンとかを入れるかっていうところでめちゃくちゃ悩んでるんですよね。これデッキだって、デッキ大事じゃないですか、こんなの。ね、あのデッキだったら多分勝てたみたいなこともありそうだし、まあ最初はまあユニレベ高いウルトラレア、今回アイスウィズ10とかマスケ10とかを入れとけばまあなんとかなると思うんですよ。そう。いや、メガナイト10ってやばいな。この、頼もしいっすね。いや、メガナイトダックね、やば。それ突破すんのっていうの今、突破しましたよ、これ。いや、僕今、ダックネがさ、キョスケの爆破もしかしたら耐えてくれるんじゃないのっていう。ちょっと思ったんですけど、まあ、さすがに耐えれねえか。いや、まあまあ、これも無視しちゃっていい気がするな。で、いっぱい攻めちゃいます。はい。まあ、さすがに、
なんか今んとこ結構イージーっすね。まあレベル9か2枚か。いや僕ちょっと強すぎんな。いやデッキがね、マジで迷走しますね。いろいろ作れるからこそ迷っちゃうんですけども、だからやっぱバルーンいらなかったなーってちょっと思いましたね。さっきとかも戦ってみて思ったのは、バルーンなくてもやっぱ戦えるので、まあそれならちょっとこう、防衛がね、しっかりできる、こういうのでいいのかなーなんて思いつつ、これ勝てば3100ですね。よろしく。まあ、ちょっとだけ緊張感が前よりは僕の中ではね、若干ではありますけど、まあ、言うてまだ今回相手のレベルが僕と一緒とかではないので、うわ、やば。レベル6コウモリって結構低いんですよ。だから、なんか怖いっすよね。めちゃくちゃうまい可能性もね、ないこともない。さあこれスケで回してウッドですね。オッケー、ウッドを回しました。でこれでコウモリがさっきいたな。多分一周回ってコウモリのターン。アイビズゲーミング、アイビズのゲームがなんか微妙ですねこれアイビズじゃなかったらなんならタワー折れても良さそうなんですけど、あれちょっと待って、これさ、アイビズのレベルが10だし遅延効果もあるし2体いるしみたいなので、アイビズだけでタワー落とせる説が若干ありそうだな。いや、アイビズ強えな。僕、あれなんですよ。このクラロワで、一番初めにゲットしたウルトラレア、多分アイスイズだったんですよね。っていう記憶があります。だから、覚えてないですか？多分、それだけ覚えてる。それ以外は何も覚えてないんですけど、4年ぐらい前ですかね。本当に4年何、半年、4年半ぐらい前か分かんないですけど、クラロワ始めて、初めて手に入れたのがアイスイザードでしたね。そう、だからもう、それからはもう、どんなデッキ作っても、とりあえずアイスウィザードは固定して、みたいな、そんな感じだったとね、思います。懐かしいな。初めてウルトラレアゲットした時は覚えてますよね。だから、この作った、この回。あ、うん。そう、非常に、順調にというか、まあ、この、なんだろうね、動画撮るたびに、強くなってるので、僕、相手もね、こうユニットレベル高くなったり、まあこう上がってると思うんですけど、僕もねそれと同じように宝箱でね強くなってるので、まあなかなかね苦戦はしないですね。さあ、まあ今日は3200か300ぐらいいけるとねハッピーかな。さあ3127、まあ一緒ぐらいですね。よろしく。オーブンレベル6。いや、このオーブンあれなんですよね、僕のタワーに届かないんですよ。これあるあるじゃないですか。僕もなんか小屋とか使ってた時に、相手のタワーに届かなかったの覚えてますもん。うわ。ちょっと怖いですね。今の雪玉でこうアイスイズを手前にノックバックさせて、マスキでアイスイズを溶かすみたいなことも考えられましたよね、今。さあ、オーブン、メガゴー、マスキ。いや、でも今までの相手の中では結構ユニットレベルが低いと思うんですよ。まあ、しっかりね、ちょっとこう、ケツメがないとは日和りますね。なんか逆サイブッパとかされちゃうのが怖いので、後ろのダクネから様子見て端前メガナイト。まあこれだけでね、終わる最強戦術ですね。皆さん、ぜひこのメガナイトダクネ、皆さんもぜひやってみてください。ただし、ユニレベが高いことは必須。まあこのトロタイはまだ変わんないんですね。なんか3000いけばすごいね、化け物級な人たちがね出てくるのかなとか思ってたんですけど、まあ僕が化け物になっちゃったよねっていういや、そんな感じっすよね。さあ、デイビッド、アーチャー、このアイスウィズダクネマスケがいいな。全部ユニレベ高いんですよね。ユニレベ出して、あ、違う、後ろから出して、うわ、これちょっと怖っ。端前ね、メガナイトでグッドゲーム。あー、じゃあ墓石6とかでもここまで来れるんですね。ってなったら、まあなんか僕レベル10で何やってんだってなっちゃうマジでこのレベルでここまでいけるっすもんね。さあ、ジャンピーン、これでもう左落ちるし、なんなら右側も落ちちゃう。しかもなんならこの最強スケルトン部隊で、いや、このコウモリがダクネ、ん？コウモリがサンガゴを倒してくれるの激アツなんですよね。
よし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 、いやキングまで行っちゃって。いや気持ちいいな、こんだけスラスラ勝てることもそうないですからね。さあこれ勝って、お待って、やばい、待って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 、過去一来た、過去一来た。相手のタワーレベル見てみんな10だ。集中します、ありがとうって言われてる、よろしくって言われてる、集中します。うわーマジでやばい、うわ今日スキルレベル10やばい。いやでも一緒か。いや待って、やばいマジでやばい、過去一来た。いや怖っ、めっちゃ怖い、すげえ緊張する、めっちゃ緊張する。あっやばいやばい、ちょっと怖い。いやウッドがねえんだよな、ちょうど。いやちょっとやべえ、一定ゴブリンバレル、バカバカバカ。いやこれいいウッドか、いらなかったか。いやまあいいウッドではある。うわー一定のタワーレベル10やべえな、これ本当にやべえ。うわちょっと待って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 、こう心臓持たねえな。いやこの三角無視できないですもんね僕。うん、ウッドでしたね、キョスケ枯渇みたいな。あとあと相手の8枚を把握するのも大事な気がした、最後にロケットとかで負けるの一番嫌なので。キョスケプリンセスバレルで3枚、三角で4枚、うん、エレキいたな、エレキで5枚。いややば、こんな早くからこんなユニレベ高い人いるのっていう。いやー追いつかれたな。でスケブで7、ん？ウッド、キョスケバレルプリン、ウッドで4枚、エレキで5、サンガゴで6、スケルトンブテで7、そんなもんか。ジャンピング、うわーいやーちょっとやばい、ちょっとほんとにやばい、バカ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 、マジでやだ。あのプリンウッド打ちたくねえけど打つか。いや打ちたくなかったけどスケルトン部隊ある、オッケーオッケー。相手しかもウッドだったので、そうですねウッドだったから、まあなんとか耐えれる。ちょっとプリンス逆流しでいこうかな、おしゃれに両サイ攻めしますこっから。キョスケをね使ってほしいんですよ相手に。よーしよしよし、やってる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 、カトゥーン。一応アイウィズレベル10最強でしょ。いやこれキョスケを突破できねえんだな。いやキョスケの受けなんか上手くないって。いやプリンでこれ始めプリンス、よしよし、やべえやべえ、多分大丈夫でしょ、やば。怖すぎ、待って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 、さすがにタワーレベル10はやばいって。うわー怖っ怖っ、今回相手がバレルだったからよかったけど、もしバルーンとかだったらやばいよな。え、待って、デッキ変えるか、ちょっと今で見ますか。これやばいっすよね。いや、過去一来たな。急に敵強くなりすぎやろっていう。ね。うわぁ、やば。ふぅ、いや、本当によかった。いや、マジで勝ててよかった。今のなんかもう負ける。全然こう、負けてもおかしくなかった気がするんですよね。いや、雪玉とかの方がいいのかな、なんか空が欲しい。まあ、もう一回これでいっか。ちょっとデッキをね、なんか、決めきれないっすね。さあ、ダニさんだ、よろしく。3223。ぼちぼち高いっすね。ふぅ。緊張すんな。あーちゃんな。あ、安心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 。もうさっきの相手を見たら、このアーチャーとかマスケならもうね、餌の餌。餌すぎる。噛みすぎる。さあ、ここはちょっとプリンス一回捨てて、受けから行きましょうか。あのネクロが相手陣地で残るのがちょっと怖かったですね。よし。格上メガナイト。地獄を見せてやるぜ。ケムからの、ダックネツイカで、ウッド構えて、
あーでけー。いやこの一勝だけがでけーな。最多更新し続けるとこんな気持ちになるんですね。もう3000で限界感じてるもん。今ので今の対戦相手のせいで3200で限界感じてる。よし、まあでかいでかいでかい。やった、何のデッキ、デッキこれトルネとかあった方がいいのかな。あった方が確実なのかな。キョスケなのかメガナイトなのかもすごい悩むしな。ちょっと変えました。ちょっと一回変えます。ザップいらねえか。さてはザップいらないっすね。フリーズで通すって考えたらこれでちょっと一回いってみます。いやバルーンいらねえかな。まあ、もし相手が鉄壁だった場合にバルーンないと攻めきれない気がするので、まあ、プリンスで刺してもいいか。シンプルに攻めプリンスでさっきみたいに戦ってもいいかもしれない。メガナイトダクネと攻めプリンスで、まあ、勝てないことはなさそうですけど、ちょっと怖いっすよね。こんな辺になってくるとマジヒヤヒヤしちゃう。さあスケがねこのメガナイトの攻撃につきます。からのからの、まあ、こうなったら別にこのバルーンの赤、まあ、プリンスでも変わんないんでどっちでもいいかなって感じですね。いやじゃあさっきのがたまたまあんだけすげえレベル高かったんですね。多分ないんですね、あんなにレベル高いことは普通は。さあメガナイトバルーンですね。まあ、この辺はこうどのデッキを使うか、まあユニレベとか相談しつつ、まあ、本当にもう直感ですよね。バルーンがいいなと思ったらバルーンで行くし、まあ、プリンスの方がいいなと思ったらプリンスで行くし、みたいな感じですよね。よし、次勝てば3300。いや、今日の目標達成できる。はぁ、集中。来い、化け物め。まあまあまあ、普通か。やっぱさっきのが異例なんだな。あんなのがでも毎回来たら僕持たないですけどね。これで一応同レベル。タワーレベル的には同じっすね。逆サイバルーンガゴムレ来たら怖いな。フリーズマスケで耐えれんのかなっていう。なんかね、ガゴムレが怖いですね。マスキンドとかしかいないので。そのバルーンで攻めちゃいます。いや、これ攻め振りは結構ヤンキーだからやんない方がいい気がする。してもよかったなでも。丁寧に行きたいですね。マジで。さっきのとか見ると、こう適当にウッド裂いたらもうその瞬間タワー折られてもおかしくないみたいな。そんな感じの試合だったんですよね。いや、さすがに勝ったかな。小屋、まあ、メガナイトマスケ組んで、なんかこうなるとやっぱダクネ強かったですね。メガナイトダクネ組むだけ最強だったじゃないですか。ならまだダクネでもいいのかなみたいな思っちゃいますよね。このスケが程よくね、いいっすよね。相手のこうプリンスとかインドラとかも全部、タゲ取ってくれる。いや、強っ。ババってこんな弱いっけ。ババこんな脆いことないっすけどね。これインドラがタゲ取ったらもう終わりですね。さあグッドゲーム。よっしゃー、73到達。73じゃねえ、73じゃねえ、73とか言ってたらもう化け物だから負け作のプロになれるわ。よし、さあ3300到達でございます。いやー、ヒヤヒヤしたなー。怖かったー。次回から怖すぎ。 LGI とかスパーキーとかいるんですもんね。はい、というわけで今日はねこんなところで終わろうかなと思います。次回はまあ3600ですかね。はい、スプーキータウン目指してやっていきます。終わります。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。